はい、じゃあ今回は、前回の続きをプレイしていきたいと思います。今回はテンションもっと上げていこうかなって思いますので、よろしくお願いします。いい、じゃあ海に潜る、潜って、あっちの方かな、行きましょう。はい、ここに、あ、はい、アーティファクトありましたね。アーティファクト、よっしゃ、アーティファクトあった、やった、アーティファクト見つけた、やった、あはは、アーティファクト見つけた。上に上がるには、あ、こうか、なるほど、よくできた、わかった。ノートパソコンでやってるんで、設定がほぼ最低の設定ですよこれ。あ、やべやべやべ、何これ、なんかいるよ、ジャガーだって。そう、ジャガーがいる、ジャガー見えないんだけど、見えない。やった、倒したぜ、やった、倒しました、よっしゃ、した。ここら辺にないかな、アーティファクト。リワードっていうのかな、あれ。リワード。リワード全部回収したいですよね、本当。うん。回収したいんですよ、リワードをね、全部。これでもかなりフレームレート低いな。ほぼ最低の設定なんだけどね。ノートパソコンだからね。しょうがないか、うん、しょうがない。え、なに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 、え、びっくりした。これね、壁が動くんだね。なるほど、壁に挟まれたら終わりってことですね。わかりました。いや、コミュ障なんですけど、テンション上げていきますわ。よっしゃ、やりますよ。で、ここら辺にもなんかないかな、お宝ないかな、なんかここら辺にないかな、お宝ないかな。あるよね、スカール、モンキーの、猿の頭蓋骨か、人間の頭蓋骨だってさ、この中にあるのが見えるかな、これ。はい、この揺れてるやつですね。はいはい、だってさ、猿か人間がここに監禁されてたんですね。監禁事件多いですからね、最近。はい、ここボリビア、ちなみにここボリビアなんですけど、ボリビアにこんな遺跡あるのかな、本当にないよね。でもボリビア行ってみたくなったな、行ってみたくなりましたわ、本当。ボリビア、ジャンプ、ジャンプ、これか。で、ここからこうだね、ジャンプ、よし、よし、うまくいきました、やった。うまくいきましたよ、やった。で、ここら辺にないかな、お宝、リワード、ブロンズでもシルバーでもいいから、リワードが欲しいですね、やっぱり。コンプリートしたい。今リワード何個、今ブロンズのリワードが8個。あ、閉まっちゃった、もう後戻りはできないね、これだったら。できないですね。まあ、なるほど、仕組みは分かった。じゃあこうですね、はい、一つ目のスイッチは OK 完了。
よし、あれも持ってくるんだね、多分上の方に。あ、リワードが上にある。待って、やばい、急にジャガー飛び出してきたよ、ほんとびっくりしたよ。ジャガー綺麗だな、黄色の綺麗な色してるな。よし、まあ、おそらくここに乗っけていくんじゃないの。違うの、からじゃいけないか。どこだろうな、どこだろうな。高い声で喋ればいいのかな。そうすればテンション高く見えるかな、テンション高く聞こえるかな。そうすればなんかずっと前に上げた動画で声が不快で気持ち悪いですってコメントが入ってショックだったんですよね。それで消したんですけど、うん、声はまあ生まれつきのものですからね。でも、まあ、頑張って変えます。声、高い声で喋ればいけるのかな。あ、よし、やった、いけた。こういうことだったんだね、やっぱりこういう仕組みだったね。シーソー、シーソーの仕組みですね。シーソーの仕組み、テコの原理ってやつなのこれがかな、わかんないけど多分そうなのかもしれないですね。ところで、なんだろう、他にアーティファクトあんのかな、どっか。まあ いや、とりあえず行きましょう。危ない、この高い場所からじゃないとうまく飛ばないと思うんだよね。よし、オッケー、落ちないで。オッケー、行きました。オッケー、やった。よし、順調ですね、かなり順調ですよ今のところ。ここにも置いて、お、なんかムービーが入った、カットシーンが入ったね。なんだあれは、デスピサロみたいな絵ですね。あそこが扉になってるんだね、多分それでゴールかな。あとここにもう一個やって行けばいいんですね。よし、扉が開くぞ。さあ、扉が開きますよ。1000年後にこの遺跡を発見した。1000年前からこんなテクノロジーがあったんですよみたいな。お、あそこにシルバー、右上にシルバーのリワードがありますね。それ取りに行きましょう。じゃあ今から、よし、コントローラーのカチャカチャする音あまり入れたくないんで、なるべく、あ、でも入っちゃうかな、わかんないけど、まあしょうがないっすよね、もう、うん、しょうがないですよね、うん、申し訳ないっすわ、ちょっと。まあでも頑張ってマイクからコントローラー離しておきます。それは大丈夫ですね、大丈夫。あそこにもブロンズあるじゃん。そうだった。ちょっと待って、一旦シルバー取ってから下に戻ってブロンズ取りますね。じゃあ今からね、シルバーのリワードを取ります。取った、やった、シルバー。これで
これで2つ目よし。でももうすぐゴールなのかな。そう考えると本当はもっといっぱい、ね、どっかにあったのかなって思いますね。まあ、まあまあまあここから先は慎重に行きますよ。慎重にゴールドリワード目指してブロンズも全部集めたいですね。よし、もう一回登りますよ。もう一回。よし、順調ですね。今のところ順調ですよ。ボリビアってこういう、ボリビアって美しいですよね、本当。あの外も綺麗だし、行ってみたいな、いつかボリビア。危険かな、なんか。あれ、なんかニュースとかでやってましたよね。結構危険だみたいな。治安が悪いみたいな。まあでも、ちょっとあんまり詳しい内容覚えてないんですけどね。はい、じゃあ先に進みます。何？動け。何下？びっくりした。危ない。びっくりした。上？オッケーオッケー。あ、シルバーリアードある。上に。上か下？下にある。え、待って。え？ちょっと待って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 。え？ちょっと待って待って。シルバーリアードあった。え？どういうこと？